フェアリース、7日イコール中山、G3、芝1600メートル、3歳メス、出走14頭。フルスに恩返しの一勝だ。5番人気フェイオン、杉山か、が後位から押し切り、未勝利戦から2連勝で重賞初制覇。メス馬クラシック路線に名乗りを上げた。勝ち時計は1分34秒0。管理する開業4年目の杉山義明調教師、40、は、 延べ29項目の挑戦で JRA 重賞初制覇。10年以上勤めた八代大ファームの生産馬で決めた。イフェイオンが死の思いに根性で応えた。13番枠から後発を決め4番手で直線へ。残り200メートルで抜け出すと、1から4着がそれぞれ首差の大接戦を制した。杉山義は検量室前で関係者に飛びつき、喜びを弾けさせた。 クレの G1 も考えましたけど、西村、純騎手がフェアリー S に行ったら絶対に勝てると言ったので、信じてよかったです、と表情を緩めた。縁深い勝利だ。競馬学校入学前は銅馬を生産した社大ファームで10年ほど勤務。経験を積み、2010年からトレセンに飛び込んだ。喜びを伝えたい人には銅ファームの吉田テルヤ代表を挙げた。 この日競馬場には不在で、知識をたくさん学ばせていただいて調教師になれたと思うので、感謝を伝えたいです、と笑顔でスマホを握った。今後は宮城・山本トレセンに放牧され、桜花賞、G1 ・芝線6 0 0 m 4月7日イコール阪神を目標にローテを模索する。市は過去2度 G1 に挑戦し、 22年 NHK マイル C で18番人気川北レブリーの3着が最高初めて見た時からこういうまで桜花賞を使いたいと思っていました g 1も楽しみですね次は大舞台で恩返しだ桑原幹久イフェイオン父エピファネエア母一億の星ゼンノロブロイメスさん馬主有限会社社代レースホース調教師杉山義明立東 生産者社大ファーム、北海道千歳市、戦績参戦2勝、総獲得賞金4,581万8,000円、馬名の由来ベツレヘムの星と呼ばれる星型の花の名前。